朝鮮人街道は、大見国に存在した近世の脇街道である、彦根道、京道及び八幡道の異名である。中仙道との比較で下街道、浜街道、あるいは朝鮮人道、東仁街道などとも言う。東海道、中仙道などの道と異なり、以前からあった農道などから比較的交通量が多い道を継ぎ足してできた道であるため、距離は、 約4 1 2トルで、同区間の中仙道3 8 7トルより長い。安宿で中仙道から分岐し、琵琶湖沿いを八幡・安土、彦根を経由して、滋賀県彦根市鳥居本で再び中仙道に合流した。中仙道が安土城下を経由しないため、織田信長が天正4年に安土城を築いた時に、岐阜城から、 安土城を経由して、京都に向かう道として整備し、安土城築城後の天正五年に城下に当てた十三、家城の定め書きにおいて、安土発展のため中山道ではなく、この街道を通ることが原則とされ、安土落城後に道地を支配した豊臣秀寺は、八幡建設後町州に対して、同様の定めを交付し、この道の利用を奨励した。安土城追記以前に、 織田信長は、上落に際して、A61 年9月22日、加茂軍総日時より翌々日には、森山に、元気元年5月12日に、安軍主産より、同軍長原に入った記録があり、信長の天下府部において、重要な役割を担った道であった。慶長5年9月18日、徳川栄康が、 関ヶ原の戦いに勝利した後、佐賀山より長原にいたり上落外戦する際、この道を通り、秀忠もこの道を用いて、長原に登竜士軍が整うのを待ち上落した。このため縁起が良い道と認識され、三代将軍、家光も上落する際はこの道を通り、この道に権威を持たせるために参勤交代の諸大名に通行禁止を命じた。 以降、将軍上落の土に用いられ、沿道には、長原と、神崎軍岩に、将軍休息所を設け、将軍専用の道とされ参勤交代での、大名使用は認められていなかった。明暦土の朝鮮通信使、大英博物館所蔵将軍以外では、唯一、李氏朝鮮から国書を携えて、江戸に赴くために来日した朝鮮通信使の通行が認められていたため、 この道は、江戸前期から、朝鮮人街道と通称されるようになった。朝鮮通信誌の通行は、慶長12年から文化8年前後1 2回に及び、1回から3回までの施設団は、津島藩主総氏による国書偽造に対する回答と、文録、慶長の役で、日本に拉致された朝鮮人のすり返りを求めることを名目として、派遣されたため、 怪盗犬すり返りしと呼ばれた。一行四百人は森山に宿泊後、八幡の本願寺や渡別院にて昼食をとり、彦根宗康寺に泊まり、翌朝、鳥居墓により中仙道に入った。朝鮮通信士の利用は、豊臣秀吉による朝鮮の役後の朝鮮との国交断絶状態から、家康が朝鮮との就航を図ったものであることから、日朝友好と、 将軍就任刑賀子という施設の性格から優遇策が取られたと考えられている。朝鮮通信誌は多くの文化人を伴って訪れ、平均400人から500人に上った。その施設団には、日本の津島藩主、宗氏の家来が1000人から2000人規模で同行したので、総勢1552500人という、参勤交代のような大行列となり、異国の風俗や、 衣装も珍しかったため、沿道は見物人で溢れたと言われる。また通信誌側でも、日本の民衆との交流を図るため、踊りや曲芸を披露したりもしたという。12回来日のうち10回は江戸まで赴いており、通信誌以降をもてなすための費用に1回あたり100万両を費やしたと言われ、沿道の初代名が費用負担した。森山塾では、寛永十三年以降、 ゼゼ藩主、石川忠だしがご地層役となり、明暦元年に伊勢亀山藩に天保となった後も、石川氏がご地層役を務め、以降は、代々の亀山藩主が、この役目を応接かった。教法四年、板倉重治が、地層役となった朝鮮通信使接待に係る、詳細資料が亀山市歴史博物館にあり、それによると、藩士、及び上場監視学士、 医師は、東門院に、上官、次官は、大公寺に、中官は、黒江門方、伴奏は、浄土寺に、下官のは、常行寺、遠光寺に、通士は、森山塾の長人宅に分宿した。東門院にほど近い宇野家には、延長五年の通信史随院であった、助見源が、森山の合志、宇野春時期に送った、監視六局が傷病部に仕立てられ残っている。 森山の出先にある安川には通信士通行の際には新しい橋を安村の人々が掛け替えることが習いとされ、掛け替え負担の見返りとして通信士来訪年の税が一部免除された。中仙道より分岐した後、大見八幡で昼食を取るが、三役や上場士官は本願寺八幡別院にて、他の随院は別院両側の民家に分かれた。 大見八幡市資料館には通信誌に提供された、食器愛好に模した、河原人形、林紙兵が描いた、朝鮮八道図、通信誌関連の記録も多く記されている。八幡田町記録帳が所蔵されている。彦根においては、三寺上場館は、胸安寺に、中館は、大臣寺、下館のは、明星寺、伴奏王等は、善照寺、広告寺、 長松院などに分縮した。江戸在勤中の藩主に代わりハ画廊による接待の様子や初期通信誌において分録、慶長の役での朝鮮人捕虜となった両藩の女性が、故郷や家族の様子を通信誌に尋ねに来たなどの記録が残されている。なお、彦根の胸安筋には、理長交換の肖像が、大見八幡の本願寺や渡別院には、 福祉の書が残されている。滋賀県道2号大津の戸川長浜線が朝鮮人街道とほぼ並行し一部重複している。振動開通による廃道化や鉄道建設による分断があり、当時の道を全線踏破することは不可能である。現代に入って朝鮮人街道の知名度は低くなっていたが、1990年に 滋賀県立彦根東高等学校新聞部が調査を行い、調査結果を同行の新聞に掲載した。特に、能登川駅付近は、鉄道開通後の市街地形成によって土地が大きく改変されており、現地調査やインタビューだけでなく古地図の調査によって正確な道筋が明らかになった。この調査は大きな反響を呼び、 同行新聞部は韓国文化放送から取材を受けた。その後、沿道の自治体も古道として宣伝するようになり、街道をたどれるよう案内が設けられるに至った。ありがとうございます。